ユーゴスラビアディナール。ディナールとは3つのユーゴスラビア、ユーゴスラビア王国、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、ユーゴスラビア連邦共和国の通貨。ディナールの補助単位はパラ、で、1ディナールは100パラ。デノミは7回行われ、うち5回は1990年から1994年のハイパーインフレーションで行われている。8つのディナールには、 それぞれ異なった名前と ISO4217 コードが与えられている。連邦が崩壊した1990年初頭までは、ユーゴスラビアには4つの公用語があった。各言語での表記は以下の通り。ノート、スラブ語派では複数名詞が複雑である。この表に示したものは代表例であり、詳しい文法は、などを参照。ディナールは、 もともとセルビアの通貨だった。1918年にセルボクロアート、スロベーヌ王国が成立。クローネ、1ディナールイコール4クローネと共に、クロアチア、スロベニア、ボスニアヘルツェゴビナに流通することになった。セルボクロアート、スロベーヌ王国の名で硬貨と、紙幣発行されたのは1920年からで、それまでは、セルビア王国の硬貨と紙幣が流通していた。 1929年には、国語がユーゴスラビアに変わり、通貨に書かれる名前も改められた。1931年、為替レートが1アメリカドルイコール56.4ディナールと定められた。このレートは、1933年には44ディナールに変更された。1937年、旅行者向け為替レート250ディナールイコール1。 イギリスポンドが確立された。1941年に、ユーゴスラビアからクロアチア独立国、ナチスの傀儡国家が独立を宣言。クロアチア、ボスニア、ヘルツェゴビナ地域ではディナールとトーカのクーナが発行され、ユーゴスラビアを占領した、ブルガリアのレフ、イタリアのリラ、ドイツのライヒスマルクもこれら地域で流通した。1944年、ユーゴスラビアは、 再結成されると、セルビアディナール、クロアチアクーナや占領国の通貨に代わって、ユーゴスラビアディナールが登場した。交換レートは、1ユーゴスラビアディナールイコール20セルビアディナールイコール4九クーナ。1945年5月には、50ディナールイコール1ベドルの固定レートが設定されたものの、レートが維持されることはなかった。 1966年1月1日、通貨が100分の1に切り下げられた。この通貨は決して安定していたわけではなく、年15から25%のインフレーションに悩まされた。1980年代、インフレ率の上昇は加速し1990年にデノミネーションが行われた。2回目の通貨切り下げは、1990年1月1日に行われ、 通貨が1万分の1に切り下げられた。この頃、構成国はユーゴスラビア社会主義連邦共和国から脱退しようとしていた。6つの共和国のうち4国は独立を宣言し独自の通貨を発行し始めた。この通貨はユーゴスラビア社会主義連邦共和国と複数の言語で記された最後の通貨となった。クロアチアやボスニアヘルツェゴビナのセルビア人。 勢力支配地域では、ユーゴスラビアディナールと10日のクライナディナール、スルプスカディナールが流通していた。3回目の通貨切り下げは、1992年7月1日に行われ、通貨が10分の1に切り下げられた。この頃から、ハイパーインフレーションが始まった。このディナールは、当時のユーゴスラビア連邦、今日のセルビアとモンテネグロから発行された。 4回目の通貨切り下げは、1993年の10月1日に行われ、通貨が100万分の1に切り下げられた。この出のみでもハイパーインフレーションは収束せず、通貨は3ヶ月しか持たなかった。5回目の通貨切り下げは、1994年1月1日に行われ、通貨が10億分の1に切り下げられた。この通貨は、 ユーゴスラビアディナールの中で最も早く下落し、わずか1月で交換された。1994年1月24日、ノビディナール、キリル文字。ノビは、真の意味が登場した。これは、ディナール通貨の切り下げではなかった。ノビディナールは、ドイツマルクと10日で固定された。ノビディナールの登場した日、ドイツマルクと1994年のディナールの相場は、 1, 1マルクイコール1300万ディナールだった。新通貨に固定されていないにもかかわらず、1994年のディナールの相場は下落せず、大体いい1アムイコール1200万ユグだった。ちなみに、1990年以前のディナールと比較すると、1アムイコール1200ユアドである。伸びは2000年に外された。1999年11月6日。 モンテネグロはユーゴスラビアはユーゴスラビアディナールに加えてドイツマルクも法定通貨だと決定した。2000年11月13日にはディナールは法定通貨から外れドイツマルクが唯一の法定通貨となった。2003年ユーゴスラビアが消滅し最後までユーゴスラビアディナールを使用していたセルアがセルビアディナール、ユーゴスラビアディナールと10日に切り替え ユーゴスラビアディナールの歴史は幕を閉じた。末期の1ディナールは初期の12条ディナール。1920年、セルボクロアート、スロベーヌ王国の名の刻まれた効果が初めて発行された。5パラ、アエン、10パラ、アエン、25パラ、ニッケル制度効果である。1925年には、50パラ、ニッケル制度を1ディナール、ニッケル制度を ミディナール硬貨、ニッケル制度が登場した。1931年からは、硬貨には、ユーゴスラビアの名が刻まれ、10ディナール、銀、20ディナール、銀硬貨が登場。1932年には、50ディナール、銀硬貨が登場。1938年、50パラ、アルミニウム制度、1ディナール、アルミニウム制度、2ディナール、アルミニウム制度と10ディナール。 ニッケルと大きさを小さくした20ディナール、50ディナール銀貨が発行された。これらが第二次世界大戦前に発行された最後の硬貨である。1945年、50パラ、1ディナール、2ディナール、5ディナール硬貨、いずれも亜鉛が発行された。1953年にはこれらはアルミニウム製に切り替わった。1955年、10。 20、50ディナール、アルミニウム製銅が加わった。1966年、5、10、20、50パラ、いずれも、王道と1ディナール、銅ニッケル、1965年付けが発行された。1971年には、2、5ディナール、ニッケル王道が発行され、1976年には、10ディナールが、銅ニッケル製に変わった。 1981年には20パラ以下の効果が発行停止され、翌年には25、50パラ、製造が発行される。しかし、1985年には10ディナール未満の効果が発行停止され、王道製の10、20、50、100ディナール効果が発行された。これら効果は1989年まで発行されていた。1990年、10、 20、50パラ、1、2、5ディナール効果が発行される。しかし、2、5ディナール以外は1991年に発行停止された。2、5ディナール効果についても1992年は少数発行されただけである。1992年、1、2、5、10、50ディナールが発行された。5ディナールまでは、王道、10、 50ディナールはニッケル王道である。硬貨にはユーゴスラビアと刻まれていたラテンアルファベットでジャゴスロビア、キリル文字で他は装飾のないひどく簡単なものだった。1993年1、2、5、10、50、100ディナールが発行された。これらはすべてニッケル王道製である。500ディナール硬貨も鋳造されたが発行されなかった。 これらの効果は、f r 融ゴースラビア、ラテンアルファベットで、SRU ゴスロビジャ、キリル文字で、と刻まれていた以外、5番目の、ディナールとよく似ていた。超短期間しか用いられなかったこのディナールでは、1ディナール王道が発行されたのみである。1994年、1、5パラ、王道と10、50パラ、1のびディナール、ニッケル王道が発行された。 2000年には、伸びの字が除去され、新しく50パラ、1、2、5ディナール、王道が発行された。1920年、セルポクロアートスロベーヌ王国国立銀行が10、100、1000ディナール紙幣を発行した。1929年に国名がユーゴスラビアに変更されると、新しい10、100ディナール紙幣が発行された。 1 0ディナール紙幣は1931年に新しいものに変わり、1935年からは500ディナール紙幣が登場した。1944年、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国が1、5、10、20、50、500、1 0ディナール紙幣を発行した。1946年、連邦人民共和国国立銀行から50、100、500、 1000ディナール紙幣が新しく発行された。1950年には5000ディナール紙幣が登場した。1966年、紙幣の日付は1965年に通貨切り下げが行われ、5、10、50、100ディナール紙幣が発行された。1970年には500ディナール紙幣が、1974年には20、1000ディナール紙幣が登場した。 1985年、新しいシリーズの紙幣が発行され、5000ディナール、肖像、ヨシップブロズッチ等が新たに加わった。インフレーション悪化のため、1987年には2万、ディナール紙幣が、1988年には5万、ディナール紙幣が、そして1989年には10万、50万、100万、200万、ディナール紙幣が登場した。 1990年、通貨切り下げが行われ、10、50、100、200、500、1000ディナール紙幣が発行された。その紙幣のいくつかは、デザインが、出飲み前のそれに対応する紙幣とよく似ていた。1991年には、5000ディナール紙幣が新たに登場した。1992年、通貨切り下げが行われ、100、500、1000、5000、 一万、五万ディナール紙幣が発行された。再び、デザインは、出飲み前のシリーズと似ていたが、今回は10日のデザインに似せたわけではなかった。1993年には、十万、五十万、百万、1000万千万、五千万、一億、五億、十億、百億、ディナールという非常に大きな数字を持つ紙幣が、新たに発行れた。1993年、 さらに通貨切り下げが行われたものの、5000、1万、5万、50万、500万、5000万、5億、50億、500億、5000億、ディナール紙幣が次々発行された。1万ディナール紙幣を除いて5ばかりという不思議な組み合わせは、ハイパーインフレーションで国が疲弊していたためである。年月、通貨切り下げが行われ、 10、100、1000、5000、5万、50万、1000万ディナールが次々発行された。この通貨は次のディナールが発行されるまでわずか数週間しか流通しなかった。1994年1月24日、1、5、10のビディナール紙幣が発行された。1996年には第2シリーズとして5、10、20、50、 100のびディナール紙幣が発行された。2000年、伸びが取り除かれた、10、20、50、100ディナール紙幣が発行される。翌2001年には新たに200、1000ディナール紙幣が登場。さらに翌2002年には5000ディナール紙幣が登場した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。